山上徹也による安倍報復殺人。この事件は統一教会のど外れた残虐性、そして筆舌に尽くしがたくカルト信者が苦しめられ人生をめちゃくちゃにされた。統一教会は日本でカルト商法、マルチ商法を広く行う。警察から逮捕されないように日本の政治家の力を借りようとした。自民党との関係の始まりはこういうことだ。1950年代からだ。世界的な共産主義の脅威。統一教会はこの脅威に対して政治組織を走らせてきた。それが共産主義に勝つ勝共連合であり、そこに学生を集める原理研だ。岸信介は勝共の活動を趣味にする趣味人で、勝共連合の設立以来お世話になっている。岸信介にお返しをずっとやってきた。韓国の開発に関連したキックバック。これは自民党の伝統的手法だ。それだけじゃなくて、自民党の選挙の応援、さらに政治家の秘書、ただ働きをやってきた。自民党に献金も続けた。それらが効いてきて、統一教会は不法なマルチ商法で逮捕されずにめちゃくちゃできる。今では統一教会は強固な財政になってきた。このような自民党から統一教会のズブズブの関係がバレないように、今度の山上徹也事件最大限のごまかしをと思っている。7月11日に NHK はクローズアップ現代やりました。ごまかしを散りばめてあります。タイトルに背景謎めかしてわざとごまかしです。今日の会見で次のように述べました。多くの世界の指導者と共に推進されていらっしゃる世界平和運動に対しては賛意を表明してくださっておりました。ただ宗教法人世界平和統一家庭連合の会員として安倍首相が登録されたこともありませんし、また顧問にもなったことはございません。いずれにしろ教会に対する恨みや、そこから安倍元首相の殺害に至るということはとても大きな距離があって、私たちもその理解に少し困惑をしております。安倍元総理、田中富広、統一教会ですが本当にごまかしの専門家。安倍は平和運動に賛同しているってバカな話じゃないですか。安倍が平和運動って、そして安倍は統一教会とは無関係って、ププ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 プアハハハハは、安倍の殺害事件は統一教会には距離が離れていて驚きで困惑してるって、とんでもない嘘です。いつか起きるだろうって想像してますよ。山上さんの恨みは勘違いと一方的な思い込みとごまかしたわけです。でも NHK もすぐバレる嘘言ってますね。山上さんの一方的な思い込みなんて誰が聞いてもデタラメごまかしだって。次は信者さんの声を聞いたんです。そのうち一人の方のお話です。宗教団体への恨みや一方的な思い込みが背景にある凶悪な事件。
信者や関係者の間に衝撃が広がっています。6年ほど前に信仰を辞めた元信者です。自身は宗教団体と距離を置いていますが、離れて暮らす両親は今も信仰を続けています。最も懸念しているのが、容疑者と境遇が重なる自分たちに、いわれなき誹謗中傷が向けられることです。私たちの家庭は平和になれるからっていうふうに、親が本気で信じていて、自分の生活費とか、学費とか、そういったところも全部献金につぎ込んでしまう。親と信じるものが違うってこんなに辛いんだって。これって自分じゃどうしようもできないことだと思うんですよね。宗教のせいで家庭がバラバラになってしまった、それぐらい強い怨念を生んでしまった。犯人の供述がまるで自分の周りで起きていたこと、周りの人たちが経験してきたこととまるで同じことを言っていて、もうそれがとんでもなく苦痛ですね。それでも山上のやった暴力はもう絶対断固として認めない。どんな立場であろうが、もう非難という言葉じゃ表せないほどの強い憤りを犯人に感じています。これは私だけじゃなくて、そうやって苦しんでいる似たような境遇の人たちにも共通する意見です。元信者の方、山上さんと境遇似てる、まるで同じ経験している。どの信者さんも統一教会に対する憎しみ、怒りを持っていて、山上さんの気持ちがよくわかるんです。これじゃやばいと思って NHK は信者さんに殺害は暴力で許せないと言わせたんですね。殺害には憤慨と言わせている。信者さんは自分たちへの誹謗、中傷なんか気にしていません。気持ちは 100% 山上さんと同じで、統一教会と安倍晋三を憎んでいるんです。NHK はどうにかごまかそうと最後にまとめを入れたんです。ここまで動機についてさまざまな供述をしているようですけれど、その供述どこまで信憑性があると考えていますか。はい、やはり宗教団体を恨んでいたという供述については、現時点では容疑者のこれまでの行動と矛盾はないと思います。そうですか。ただ2005年に海上自衛隊を辞めた後、おととし2020年になりますけれども、派遣会社として勤務を始めるまで、それまで15年間あるんですけれども、それについては分かっていないことが多いのも事実です。はい、ですから動機につながる何らかのきっかけがあった可能性もあると思います。供述の信憑性とか言って焦っていますね。どうしてもごまかしきれないから、お母さんの破産の2002年から今日までの何か別の原因があるんだろうと、統一教会と安倍晋三の罪をごまかし去ろうというわけです。悪の権化の統一教会と悪の安倍晋三が一緒になって国民信者を苦しめているというのは、どうしてもごまかしたいんですね。今もって特定の団体と何回も言っている。愚かしいごまかしですね。